すごいすごいすごい、拍手してる拍手してる。購入が完了しましたってなって、宝くじに当たったっていう感覚よりもすごい大事な大会の一人のメンバーに選ばれたっていう感じですね。鬼妻チャンネル。鬼妻。はい、ということで、ついに、ついに、来ちゃいましたはい、何が来たんでしょう、ニツマさん。ということで、今回、私、スーパーサンクス機能がつきましたなんですか、それみたいな感じなんですけれども、スーパーチャットっていうのはみんな聞いたことあるかもしれないんですけれども、投げ銭のことを言います。ライブ配信だけ使える投げ銭のことをスーパーチャットって言うんですけれども、今回、ライブ配信してない、動画配信をしている人専用に投げ銭できるシステムがスーパーサンクスというみたいです。今まではそのスーパーサンクス機能っていうのは多分取り入れてなかったのかなと思うんですけれども、YouTube 側のあの人たちがですね、今年の7月21日から実験的に67カ国の国を対象にして、スーパーサンクス機能を搭載したということを発表しました。YouTube は21日、クリエイターの新たな収益源として、ユーザーからクリエイターに拍手を送り、応援できる機能、スーパーサンクスを日本を含む68カ国でベータ版として提供開始した。デスクトップ、PC とスマートフォン、Android、iOS から利用できる。スーパーサンクスは YouTube の視聴者がクリエイターに感謝の気持ちとともに一定の金額を送れる機能。ユーザーがスーパーサンクスを購入するとアニメーション、GIF が追加で表示され、購入を示す特徴的でカラフルなコメントが表示される。クリエイターはこのコメントに返信できる。スーパーサンクスには200円から5000円までの4段階の金額が設定され、 YouTube のスーパーチャットやスーパーティッカーズなどのデジタルアイテムと同様に、ファンがクリエイターを支援する仕組みとして、活用できる。このように書かれています。もう私、最初表示された時、これはまさか。私なんかもともとスーパーサンクスって言葉知ってたんですけれども、使えるようになりましたって来た時に、と思ったんですよね。結構人気の YouTuber さんしか使えないみたいなの聞いてたんですね。私使えるのかなと思って、やったら使えて、スーパーサンクスって機能、なんか知らない人結構多いので、多分自分からこれね、言わないと、どこに何がついてどういう機能なのかっていうのわからないので、今日はお話ししました。本当にね、自分がこう貧乏で、投げ銭とかライブとかやってないけど、そういうの機能ついて、投げ銭してくれたらめっちゃ、理にかなってるんじゃない？なんていうの、理にかなってるって言い方変だよね。YouTube さん、私の YouTube 見てくれたのかなってちょっと思っちゃったんです。それはないと思うんですけど、適当にばらまいたのかな？なんか実験的にばらまいてるって言ってたから、なんか私やったってそこすごい、びっくりと思って、すごくびっくりしました。ちょっと今表示されると思うんですけど、評価の隣のシェアのボタンの隣ですね、ハートの中にドルの絵が描かれてる。これがスーパーサンクスボタンですね。で、どう使うのかというと、実際に私がどんなものかね、試してみたいと思いまして、やってみたいと思います。ちょっとどうしようかな。自分のチャンネルに投げ銭してみたいと思います。あ、そっか。広告あるのか。音が邪魔するか、音はちょっと閉止。この共有の隣、パソコンで見ると共有の隣にサンクスがあるんですけれども、携帯の場合はこの作成の隣にサンクスがありますね。で、200円、500円、1000円、5000円とあります。私はちょっとお金ないので200円にしましょう。ペイパルかカードを追加にします。お客様は18歳。 My wallet 買いますよ。購入いけたか。
すごいすごいすごい、拍手してる拍手してる。で、ご購入が完了しましたってなって、ここにね、コメントが表示されるはずなんですけど、ありませんね。カラーがついて、ね、金額書かれて、なんかありがとうございますっていう定型文みたいなのが出るんですけれども、ちょっとまだ出ないっすね。出たら後で載せます。よく分かってないもん、私も実験段階だからな。これすごい気持ちとしては、だから宝くじに当たったっていう感覚よりも、すごい大事な大会の一人のメンバーに選ばれたっていう感じですね。選抜メンバーに選ばれたみたいな、選ばれたことがないんですけど、なんかそんな感じがします。すごく大事な実験の一人に選ばれて、まだそのお金とかもらってないけど、すっごく嬉しい。年内には導入されるかもっていうことなので、まあ導入されたらね、多分チャンネル登録と、高評価とスーパーサンクよろしくねみたいになるんじゃないかなみたいな噂されてます。ってことで、今日はご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスよろしくお願いします。お待ちしてます。ありがとうございました。じゃあねー。